ポンティアック M39 はアメリカ合衆国のフォードモーター社が開発した 20mm 口径のリボルバーカノン。第二次世界大戦末、ドイツのマウザー社は MG213C と呼ばれる機関砲を開発した。これは全く新しい作動機構を採用したリボルバーカノンと呼ばれる機関砲の元祖であった。 この MG213C をもとに、アメリカのスプリングフィールド造兵省が開発したのが、T、T-160 機関砲であり、これに、アメリカ空軍が与えた、正式名が、M39 であった。T-160 は、5つの薬室を有している。T-160 は、少数の F-86 セイバーに搭載されて、朝鮮戦争に投入され、 1953年より実践環境での運用試験を受けた。M39 として正式化された後、これは F-86H ホッグセーバーの標準並走として採用されたほか、F-100 スーパーセーバー、F-101 ブーデュー、そして F-5A、B フリーダムファイターに搭載され、35,500問以上が生産された。 米空軍においては、1958年に収益した F-104 スターファイターより、新開発のガトリング砲である M61 バルカンが採用されるようになり、M39 は搭載機が退役するのに伴って姿を消していった。ただし、M61 よりも稼働部分が少なく整備が容易であるなどの特徴から F-5A、F B の改良型である F-5E、e、F-Tiger II では改良型の M39A2 が採用されており、これらに搭載されたものについては、現在でもアメリカ国外で多数が運用されている。台湾では M39 を T-75 としてライセンス生産し、自国の F-5 戦闘機に搭載するだけでなく、地上部隊用の抵抗度防空兵器や軽車両、 または三脚に搭載しての地対地射撃に供している。他、アプズ弾を使用した場合、200メートルの距離で、ラ・カンサンで45ミリメートルの走行を貫通する、威力を有している。ティフフの主兵装として搭載する予定だったが、各国の不評戦闘車に搭載されている30から40ミリメートルクラスの、機関砲と比べて、威力不足であり、 サヤ不良が起こった際に手動でないと強制サヤができないなどの問題があったため2017年から2021年にかけてマーク44ブッシュマスター 230mm 機関砲を導入することになった。改良型として発射速度を2500発毎分に引き上げたフォードタイガークローが試作されたことがあるが、こちらは 正式採用には至らなかった。ありがとうございます。